リュウスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリュウでございます。ということで、本日の動画なんですけども、まあサブレットタイトル見てもらったら分かる通りなんですけども、特級呪物を借りました。はい、ちょっと今日少なじゃないんですけど、特級呪物を買いましたね。はい、皆様、ホロライブというなんかその VTuber 知ってます？まあ、ホロライブという VTuber というか、ホロライブというそのまあ大手の VTuber 事務所があると思うんですけども、その中で、まあ、いろんな人がいると思うんですよ。人っていうか VTuber がね、いると思うんですよ。ペコラとか、マリン船長とか、そうやっていっぱいいると思うんですけども、その、同じそのホロライブの中で、ルシアさんっていう人、知ってますか？皆さん、知ってる？てか結構有名人だと思うんですけども、そのね、ルシアさんの出してるグッズ、まあ、いろいろあるんですけどもね、ルシアと一生一生エンゲージリングとか、そういうのがいっぱいあると思うんですけども、今回は特級呪物を買いました。それがこちら。じゃじゃんということでね、はい、こちら、ホロライブのルシアさんのフィグマでございます。フィグマっていうのはですね、この全身こう稼働する、なんかフィギュアになってて、このルシアさんのこれを買いました。結構ねこれいいフィギュアでね、普通に買うと8000円ぐらいすんのかな。これなんか今もう売ってなくて、普通にそのままもうメルカリで買ったんですけど、8000円ぐらいして購入しました。めちゃくちゃいいフィギュアなんで、俺これ8000円のフィギュアっつったらドラゴンボールの一番くじと同じみたいな感じだからね、めちゃくちゃ高いフィギュアなんですけども、これを買いました。はい、いやーいいね。普通に可愛いからさ、本当にまあいろいろね、スパチャ額も多分ホロライブの中で一番なんじゃない、これね、一番スパチャもらって、いやすごいことして逃げましたけどね。はーい、まあ分かる方はいると思うんですけども、まあ、あんまりこのチャンネルでは詳しく言わないけど、まあ詳しくはルシアマフマフで調べてもらえれば出てくると思うんですけども、まあ、そのまあマフマフさんとちょっと色々あって、このホロライブをちょっとね、抜けちゃったっていう感じの方なんですけども、そちらの方のフィギュアを買いました。普通に可愛いからね。うん、可愛いから。うん、いいんだよ。今活動はね、このルシアとしてはしてないんですけども、うん、まあ活動は一応してらっしゃいますね。なんかね、これ買ったらね、おわてとしてね、なんかいろんなものをくれて、このチョコノッコフィギュア、チョコノッコフィギュアのやつでこれ2体と、で、あとはこのなんか、ウェハースのシールかな、これ。ウェハースシールとカードがこう入ってましたね。はーい。あ、こっちこう。はい、こんな感じでね。はい、こんな感じで入ってました。フレアとか、カナタとか、あとこれ、おとうメンバーの春が好きなノエルですね。これ、はい、ノエル。だよね、そうだね。はい、ノエルが入っておりました。まあ、僕が一番好きなのはクロエなんですけど、ルシアもね、いいから。では、早速開封していきたいと思います。普通にね、可愛いよね、ルシアね。はい。ということで、こいつ、早速当てていきたいと思います。中古のね、やつなんで、メルカリって言ったやつなんで、まあ、一度開封はされてるんですけど、このね、出品者は何を持って売ったんでしょうね。はい、よいしょ。はい、ってことで、まあ、全身稼働フィギュアですからね。いや、こういう感じの、このなんだ、全身こう稼働するフィギュアは、食玩のね、仮面ライダーのフィギュア以来ですよ、本当に。食玩のフィギュアも稼働しますからね。めちゃくちゃこれいいフィギュアだからね、本当に。もう、多分これフィグマなんて、もう多分一生買わないんじゃないかなと思うんですけども、もう超いいフィギュアを買いましたね。はい、こんな感じ。おー、かわいい。顔がね、こう付け替えられて、で、なおかつ、あれ包丁は、あれ包丁がないんだけど、包丁は、あー、この中にあった包丁あった、あった。はい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 。はい、こんな感じでね、入ってまして。で、こんな感じで、こう、顔も変えられて、これが一番細かい、なんかみんななくすって言われてますね。この、ひよこのやつ。と、この、なんか、ぬいぐるみ？パスコット？なんかよくわかんないけど。俺あんまりちょっと詳しくないんだ。ちょっと待って。ごめんな。あんまり詳しくないんだ、俺は。で、これがあれかね。取扱説明書ですね。はーい。では、早速開封していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい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 。おー、かわいい。めちゃくちゃかわいいですね。はい。フィギュア自体はそんなに、こう、大きいというわけではなく、ちょっとちっちゃい感じですね。はい。全体的にちっちゃいですね。はい。こんな感じのフィギュアになっております。こういう感じでね、こう、動くんですよ。手とか動いたり、
こういうとこもこう動いたりみたいな感じでね、いろんなポーズが取れるよっていうやつですね。この実際にこの箱を見てもね、このキックしているシーンとか、こうなんか顔を交換してね、こうなんか笑ってるみたいな感じとか、こう包丁を持たせたり、あと後ろを見るといろんなねポーズがありますけども、まあ僕がしたいのはもう皆さんわかるよね。あと僕が買いたいのは一生一緒エンゲージリングと、あの呪術廻戦のリカちゃんをやって、このねルシアのこのフィギュアにこう一生一緒エンゲージリングを持たせて、リカちゃんを後ろに並べるっていう、そういうことをしたい。僕は最低だな、僕最低だ。はい、ということでこんな感じのフィギュアでございます。すごくかわいいね。うん、やっぱ可愛いんだよ、普通に。色合いがね、めちゃくちゃいいですね。はい、ここもね、こう動く。大体こういう着物のフィギュアってここ動くらしいんですけど、ここもまあ動いて、でここのね、ここの胸のとこかもうこう動くらしいです。こんな感じで、はい。でこのスカートの部分もね、こうピラピラってこう動くみたいな感じになって、いろんなアクションができるみたいです。で足もね、多少ひねられますね。はい、でここもこう曲げられたりできるというわけでございます。はい、こんな感じね。で続いてね、この顔を交換する場合なんですけども、なんかムスッとしてるような顔とか、こうなんかあざ笑ってるみたいな感じの顔とかあるんですけども、顔を交換する場合はですね、一旦ここの頭はですね、ちょっとグロテスクになっちゃいますけど、外して、ほんでここをね、顔のパーツをこうクックックってやって取るんですよ。で取って、顔を、なんか新しい顔を、これ新しい顔よっつって、それっつって、てれってれってれってーとすればいいらしいんですけど、ちょっと硬いっすね、こうか。はい、カチンといったらこんな感じになるんで、あとは前髪をこうね、つけてあげれば、はい、こんな感じにして顔を交換できるようですね。はーい、まあ、こんな感じで、あざ笑ってるみたいなことができます。包丁が入ってます。いいね。この包丁もね、こう、いいっすね。こうやって刺してね、もう、瞬殺のコルボルトでしょうか。こんな感じで、包丁も結構リアルでね、作られてるんですよ。こんな感じで、手もね、こう、あってですね。いろんな手のポーズがありますね。この包丁持たせたりするときの手とか、グーとか、これなんか、なんだろうこれ。出航ってやってるのかな？こんな感じの。ポーズやってたり、あとはね、これちょっとプラスチックで今回特殊なんですけど、これをね、つけることによって怒ってるような感じのこともできるらしいんですよ。すごいっすね。はい、この怒ってる時のね、やり方はですね、まず一旦ここの顔のパーツのね、この上の前髪を取ってあげます。これちょっと難しいんですけど、ここの前髪をちょっと緩くこうはめてあげます。でちょっとここね、隙間開くと思うんですけども、この隙間開いたら、このね、穴のところにこいつをぶっ刺すんですよ。でぶっ刺して一緒に止めるみたいな、するとこの怒ってるような感じになるよっていうやつでございます。であとはここのね、あの手とかもね、変えられるんで、手のこことかこうグッグッグッってやると外れちゃうんで、ここ外して、でこっちのね、手をここにはめてあげて、あとこれね、包丁ね、包丁をこうやって持たせて、まあこんな感じにね、ポーズが取れるよっていう感じでございますね。こう怒ってる感じで包丁をねやるみたいな、こんな感じのことができるよっていう、まあ、そういうフィギュアでございます。すごいね、やっぱり。さすが、これ8000円出したか、やったわ。いいわ、全然もういいっすよこれ。はい、こんな感じで、やっぱこう造形がね、細かいよね。このグラデーションっていうのすごく細かくてね、はい、もう顔もね、わかるかこれ、みんな可愛くね、ほらね、こういうことね、やってるから彼女できないんだけどね、ほんとにいいわ、めちゃくちゃ可愛いっすね。はい、はい、ということで最後にね、このルシアにふさわしい、ふさわしいというか、まあ、まあ、背景シートじゃないですけども、まあ、オリカの技術を使って、こいつにね、ふさわしい背景を、作りますので、最後はそこの場所にセットして終わりにしたいと思います。それでは早速セットしていきたいと思います。レッツゴー！ You are my station.失礼だな。純愛だよ。ということで、こちら。はい。というにね、リカちゃんこう置いて。すごいな、これ。すごいな。はい。ということで、今回はこちらのルシアのフィグマをね、配布してみたよという動画でございました。いいね。いや、普通に可愛いからね、これね、ほら。ほら、こう下から光を当てることによって、ホラー感増せますね、これ。こんな感じで。怖いね。はい。
では、また今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバイ。